も固まっちゃうんだよ人生しょっちゃってるわどの辺が辛いのかってあります、ね、この辺はい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 、この辺ですかね。あ、首か、はいはい、かしこまりました。ちなみに4位です。おお、じゃあもうめっちゃ強いじゃないですか。ちょっとなるほど、だからやっぱこう構えるから硬くなっちゃう。ああ、ちょっと痛いな。使ってるってことですね。逆にほぐしてなんか弱くなっちゃうとか大丈夫ですか、ね、あの何回来ても無料なんで、また見かけたら、あ、はい、来てください。あの土曜か日曜いるんで、はい、あ、ちなみになんかあの試合の告知とかもしあればなんかあの言っといて。試合ですね。試合は試合とかなんかそういう、これが1週間前にやって、はいはいはい、関東リーグ戦、おお、勝ったんで、ね、おお、素晴らしい。それに伝えました。もしあの良ければお名前とかも。あ、石原翔です。よろしくお願いします。なんかツイッターかなんかやってます？ツイッター、インスタやってますね。インスタ、あ、うまく映ってるかな。はい、よろしくお願いします。最高ね、もしかしたらね、それでチケット欲しいなんていう人がね、いるかもしれない ね、 本当に。じゃあまだやったばっかだから次はまだそんな決まってないって感じですね。そうですね、やるとすれば、まあ、3ヶ月か4ヶ月ぐらいあるんですか？いや、そんな感じ、来月です。来月、はいはいはい、結構じゃあ早いですね。筋肉が上がってますか？はい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 、おー、すごい。右の両肩筋の発達してることやばいですか。ファン倒したんで、この間も。え、ファン、右のストレートちょっと武器なんで。おー、なんかこの辺に、はい、カニカマみたいなのがカニカマみたいな普通そんなにね、ないんだけどね、カニカマ、普通の人はスポーツやってるから。太い太い、カニカマが太いです。ちょっとこれだと見えないんだろうけど、結構カニカマ入ってます。早いっすか。20ぐらいかな。20ぐらい、ちょうど僕です。はい、なぁ、やっぱ首が一番硬いですね。あ、なるほど。ちょっとね、ここは腰ちょっといじれないですね。もう一回ちょっと首いきます。締めますか。
とうございました。ありがとうございます。はい、じゃあありがとう。ありがとうございます。気持ちよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。